はい、えー、こんにちは。ベレッセオチミズゼミナールで国語を教えている秋元明と言います。よろしくお願いします。えー、古文漢文。2019年のセンター試験の、まあ、簡単な解説と、あとはアドバイス、好評ができたらなと思います。よろしくお願いします。えー、まずですね、古文なんですが、いいですね、今年のセンター試験。えー、難しすぎず、あるいでも、簡単すぎず。その簡単すぎずというのは、何も、単語も文法も何も覚えてない。えっ、ー、ていうとはやっぱりできないし。 でも、ちゃんと、古文が仮に苦手意識あったとしても、一生懸命、けらげに、単語を覚え、文法を覚え、古文読解に、何回も何回もアタックした子っていうのは、ちゃんと自分の力で、内容を把握できて、点数取れるような、本当にね、すごくいい、バランスが取れたレベル設定だと思います。で、また、あの、ストーリーもいいですよね。これ、結末、ちょっと気になりますよね。こう。 キツネが、もうケラ、けらげにも、けらげにも、あの、あえて、あえて、男性ではなくて、あの、女の子に、女性に、あえて化けて、えー、で、で、その後、こう、自分の秘めた恋、恋心をずっと抑えてっていうような、こう、本当になんか、キュンキュンするような話で、これ続き気になりますよね。だから今回のセンター試験も、あえて言うと、ちょっと、と ああっていう、なんかそこで切るのっていう、まあな、長さの問題で試験でしてはしょうがないんですけども、もう少し続きが読みたくなっちゃうような、まあ、それぐらい魅力的な古文だったんじゃないかなと思います。ちなみにこの続きなんですけども、これ、こう、まあ、切ない展開で、結局、その、狐が恋した女性は、あの、違う男性と、あの、主題っていうんですかね、あの、天皇家にこう入っていって、あの、 結局、あの、狐は、あの、声は報われないという切ないラブストーリーで終わっていて、またまたそれは本当に、あの、美しいストーリーなんですけども、まあそういうなかなかいい選択肢です。でですね、まあ内容もさらことながら、その問題の仕掛けですね。ちゃんと訓練積んだ子は、ちゃんと解けて、で、ふわふわってしてる子は、なんての決めたとしても、表面的決めたよ気がしても、やはり点数は限界来るよっていう、そういうような、あの、アドバイスが、解説ができたらなと思います。じゃあ早速、いくね。 まずですね、問いの一番のあなんですけども、問い一番だね、正解した子は、ほとんどの受験生は、こう問いたいでしょで、今から言うとき方は全然間違ってないんだよ。何かっていうと、こういうフレーズが来たら、まずね、暗記すべき単語や文法がないかなと思いますよね。暗記すべきものは、もうこれどんな受験生も、どんな受験生を、パン アサマシケレに行きますよね。アサマシケレってのはあまりにも基本単語で。だいたい古文単語中でね、あの、赤ら始ゃってもアサマシから。もうまず、なんだろうが、もう古文単語、一個で覚えてるって言うんだ浅たしアマシで覚えてる時験す多いじゃないですか。で、アサマシはあまりにもそのぐらい有名な単語で、驚きあけれる一本ですもんね。ですから、驚きあきれるってもうもろ書いてやって、もう全然訳じゃなくて、言い訳もしなくて、答えそこで2番なんですけど、それでもう十分答えを解けるんですけども、ただ、 これから将来の、将来のセンター試験や、センターに限らず、いろんな古文の関わる大学入試のアドバイスもしておきたいんで、言うと、答えときましたよ。でもね、今回注目したいのは、ここなんです。静心なく、重い。はい、次。縦祭りってありますよね。縦祭りって言うまでもなく、敬語同士。なんですが、敬語同士は敬語としても、3種類あるでしょ中でも、 尊敬か、謙譲か、丁寧か。尊敬か、謙譲か、丁寧か。これに敏感でれっていうのは、センターに限らず、古文のほんと一番の定番ね。全大学が出すと思ってもいいよ。となると、まあ、結論どんどんいっちゃうと、思い立てまする。で、補助。同士の立てまりはもう謙常しかないよね。で、その際に、じゃあ、尊敬、謙譲丁寧に敏感でれって時に、もうこれ記号的にでもいいから覚えてよ。それは、 尊敬ならば、なさるとか、を、になるってのが定番。もちろん他にもあるけどね。え、謙譲も何やら申し上げるとか、を、何やらするが定番。で、丁寧は、です、とかますが、定番。もう他にもあり得るけども、これがまず一番の定番で、ね。そうするて言てみて。中でも健常とさ、尊敬のさ、尊敬の、を、になるは尊敬で、を、何やらするは謙譲でってのが、無頓着だと、これ同じなもんじゃんと思っちゃうじゃん。そういうところを大学入試は引っ掛けるというか、すっげえそういう受験生を嫌うわけよ。で言うとね、 というとね、思い立て祭りですから、健常だって言ったでしょで、答え2番って言ったでしょそしたら実際2番ほら、押したいした、押したいし、あ、押したいしの王線引いて、押したいしのシー線引いて、を何やらする、押したいする。なおさらに番いいじゃないですか。それに対してね、3番4番を万が一選んだ子がいたら、それは、浅ましきれて単語を覚えてないこともさることながら、それ以上に文法、敬語に敏感であれって言いたいわけよ。 っていうと、3番ほら、お伝えになった。お、線引いて、二月線引いて、おになる。これ尊敬じゃん。パーンとて書くわけ。同じように3番、判断なさった。なさつ、線引いて、尊敬じゃん。パーンとて書くわけ。こういうところは、多も多くの受験生気づかないでやったし、まあいいんですけど正解しちゃえば、試験時間もあるしね。でも将来考えて、こういうようなセンター試験の引っ掛け、仕込み、ダミーの仕込みっていうのは定番なんで、知きたいなっていうことですよね。あとですね、今、なんだかんだ正解し多いでしょうけど、 個人的にはちょっとね、冒頭にも僕は面白くて、っていうのはね、いかにしてだけ見たら、いかにしてだけ見たら、2番だっていうのも思いませんかで、ね、いかにっていうのは僕は、いかにに限らず、いか系の疑問詞って言うんだけど、いかにとか、いかがとか、いかでとかね、いか関係の疑問詞は、ハウかホ h イだよ、ハウかホ h イで、大抵ハウだよなんて言うんだけど、じゃこれをいかにをハウにして、ハウ、どのようにして、いけるじゃないですか。2番って言っちゃうじゃん。で、実際ちょっとね、本文見てみて。 ホムのですね、ホムのですね、防戦意があるけども、防戦の、行くよ。1、2、3、4行後。4行後に防戦打ってませんが、表面的には同じ。ほら、ただならぬお姿にいて、あ、た、た、えー、ただ人ならぬお姿にいて、ほら、いかにしてってやるじゃん。で、このいかにして文脈からも、どのようにしてこれまでね、迷い出たのだろうかが直訳で、やっぱり2番というか、どのようにしてでいけるもの。なんだけど、いいね。いいね、防戦意の方ね見てみて。 いかにして、おそば近く前にいて、朝夕み、立てまつり、心、慰め、ばやったりよね、ばやっていうのは、希望、希望の女子ね。まあ、僕なんかすぐ英語にしちゃって、ウォンと wnt っ,ったけど、たい、ね、慰め、たい。だから、直訳握って、どのようにして慰め、どのようにしてでも慰めたい。何があろうが慰めたい。なんで、このように、今回はばやとペアを組んでる。ウォンとペアを組んでるから、 2番だと意味不明で、医薬多少の意訳で答え4番。このように、いいセンター試験っていうのは意訳するとこを送って、意はそういった意味でセンター試験らしいし、その意訳にも対応するために、弾力性を持つために、本質を掴んで弾力性に、え、を持って意訳に対応するために、僕は、例えば英語とか記号とか、そういうイメージに置き換えると応用をくんじゃないかなって常々思っていて、だからいかには、ハウかワイいではなんていうわけ。なんで、これなかなかいい問題だなと思いますね。 で,ですね、あとね、注文席問題ですけども、問いの2番。問いの2番の、あれこれ、センター試験の定番、経緯の方向ですよね。ほん、ほに、で、最近出てなかったんで、そろそろ出ないと寂しいなと思ったら、今年出ましたよね。もう全然そう出ないです。出てくれてよかった。皆さんどうでしたそしたら、経緯の方向は以外、古典文法の中で、経緯の方向が、 一番落ちこぼれやすいというか、苦手意識を持っている子が、あるいは分かっているつもりで勘違いする子が多いって言われています。で、それをセンター試験も当然知っているんでしょうね。だから、試験ってのは差がつく問題を出すのが試験、いい試験なんで、経緯の方向を出したがるのは至って当然です。その経緯の方向が今年出てくれました。でね、すごい簡単ですが、経緯の方向をまとめてあります。し,したらね、まずは尊敬健常丁寧に敏感になるよね。で、もうズバリ言うと、 尊敬は S、主語ね。もう主語は単純に、がーとか,ハーとててーとかは,はー,とかーって思っていて、あいつがーとかあいつは。謙譲は目的語。単純に、王とかにって思っていて、あいつ王とかあいつにって思っていて。え、丁寧はオーディエンス。これを聞いてる人、味わってる人に対する敬意なんですが、いくよ。じゃあまずね、まずね、いくよ。防戦 A がありますよね。たてまつるね。さっきも言ったように、見立てまつる。補助。どうしよう立てもてまつるのは謙譲なので。だからだから今日ははい、見。 あい、あ、み、み、立てます。だから、目的語を言えばいいわけ。あいつをとかあいつに。じゃあ、これは誰を見るのか。誰を見るのか。っていうのは、もちろん多少の古文読解が必要ですが、誰を見てると思う誰かを見申し上げる。えっ、と、かの花園に、ろぼい、いずれば。で、花園では、これは、もともと一目ぼれした、姫君と出会ってほしいですよね。だから、当然、姫君のことを、え、見れるんじゃないか。で、花園に、うろうろ言ってるんじゃないですか。だから、 姫君を見立てます。ろうとして、で、あの、目をつけられてなんていうそういう話ね。ですから答えが姫君の3番、4番、5番。もちろんこれ多少の古文読解が必要ですこれ。ね。でも少なくとも、これは、主語がどう考えてもね、え、見立てますとか、うんぬんかんぬんですが人に見られ、あるいはつぶてをく,、えー、くらい、いやつぶてを追い、あるいはうんぬんかんぬん。なんていうのは、主語はきついなのは明確だもんね。だから、 主語が規になのは明確なんで、やはりまかり間違っても、一番二番にはいかないよね。で、次次。次にですね、防線波線 B と波線 C ですが、これ、両方とも丁寧ね。かつ、かつ、会話文中ね。会話文中。したら、いいよ。丁寧の場合は、ほら、O です。会話は、この会話を聞いてる人。したらさ、したら、波線 B と、うんぬんかんぬんと、慰めければ、慰めければ、 ましたら、うんぬんかんぬんと、なみせんし、なみせんし。まさに、なみせん B となみせん C は交互に話し合ってんだから、B と C のオーディエンスが違うのは当然じゃんか。当てにまいじゃん。ですから、5番とか速攻消えるよね。B も C も両方とも同一人物。娘、娘は速攻消える。じゃあ、3番、4番で、これも、もう、もう、いろんな解き方があります。いろんな解き方がありますが、これ誰と誰が喋ってるのかですが、例えばだよ。 波線 B のすぐ上にある、もし、見たまう君などがいますならば、なんて言っていて、これ、見たまう君ってのが、話題に出てるだけであって、見たまう君が話してるわけないじゃないですか。だから、話題に出てるだけだもんね。その人が喋ってないよね。だそういった意味では、3番、え、3番の B の、見たまう君なんだる3番はありえないな。だから、正教からでも4番できるし。今僕は、すごい気を使って、レベルを低く教えてたけど、そんな風に遠回りしなくても、もっとナチュラルに、いい B が聞いてるのは娘さんで、で、C が聞いてるのが女房でってのは、もっとえいけて、速攻読までもいいしね。なんてことでも、まあ、いけるんじゃないの。このように、K の方向は、差がつきやすいんですが、難しいと思っている受験生が多いからこそ、美味しいというか、確実に、確実にこれは点数にしてください。まあ、点数にしてくれたでしょうけどね。一応、念、え、のー、ため、フォローしました。あとですね、そうだな、ちょっとトピックスとして言いたいのが、えー、問いの5です。問いの五で、問いの5も,もちろんこれ、 答えが一番なんですけど、で、一番ちょっと軽く読んでみるね。<laughs> 男に化けて、姫君と結ばれれば、姫君の身を不幸にし、ってあるでしょ。これがもちろん正解なんだけど、これ選べなかった子って、いやいやいや、一番はこれは間違いなんだと思って子って、もしかしてこうじゃないかな。ここが僕は差がつくんじゃないかなと思ったんだけど、本文の、1、2、3、4、5、6行目。我、セリフの中で 我、姫君に会いたてますらば、次々次。必ず恩美、いたずらになりたまえるべし。この、必ず恩美がいたずらになっちゃう人は誰か。っていう、いたずらになっちゃう人の主語が、わかんなければ、確定できなければ、一番があったかどうかって確定できないもんね。でね、俺が心配している、もう超アマチュアの子ね。全然古文勉強してなくて、はったりでやっちゃう、する子ね。っていうのは、こういうこと言ったんじゃんさっきの、防戦 A。 二行前の傍線へ、いたずらに消え失せってあるよね。この主語が狐なのはいいと思うわけ。それが同じように二行後に、またいたずらにうんぬんってあるから、じゃあこれも狐なんじゃないかって、ふわっとしてる子は、文法ちゃんとやってない子は、訓練積んでない子はやっちゃうんじゃないかなって俺思ったわけ。なんですが、これは、いい。この二行目の後のいたずらになり、ためぬべしの主語は、傍線へと同じ狐ではありえないよ。なぜかというと、いい。 いもう恩味の恩が尊敬でもそうなんですけども、いたずらになりたまい。たまいが尊敬でしょたまいが尊敬で、その際に主語が自分自身。というのは天皇以外はないよ。天皇自身以外はないよ。ですから、これ狐が言ってるんだけど、狐が自分のことをなりたまいっていうのはないよ。だから自分ではなくて、自分ではなくて姫君がそうなっちゃうんだ。この防政の主語は狐だったけど、今のセリフのところは狐じゃなくて姫君が。姫君がいたずらになっちゃうんだ。 なので、一番、直せの答えが一番で、姫姫を不幸にしちゃうんだ。だから諦めるんだ。なんていうところで、まあもちろん僕の気遣いすぎかもしれませんが、差がつくならば、ここかな。まああるいは、あの、悪意を持って言うと、古文舐めてる子は、ぜひとも一番を選べなくて、ざまみ見やかれみたいなね。やっぱちゃんと謙虚にやってほしいっていうきっかけになってくれたら嬉しいなっていう、そういう仕掛けの問題でした。よろしいでしょうか。で、あとはですね、あの、まあトイル区は例によって、古文のトイル区は、消去法が、 有効だと思いますが、今回ちょっとね、あの、肩透かしというか、なのは、僕いつも古文読解の時って、和歌は一旦置いておけ。ただでもセンター試験でだからいい仕掛けで、最終的には、やはり和歌もちゃんと読まないと、えー、解けないような二段構えの問題が多かったりもするんですが、 今回は本当に和歌を置いときっぱなしでも全然答えが小規模からいけるよっていうような作りになっていてせっかく和歌があるのにちょっともうちょい和歌を絡めてくれたらなっていうようなやや表紙の結感はありましたがまあでも受験生にしてみればね、えー、点数が取れればいいんでそういった意味ではやや平易で解きやすかったのかななんていうふうに思いました高得点が狙えたんじゃないか最後最後ですねえー、っと掛け足になりますが漢文ねもう漢文もね、えー、もうズバリ言いたいのはもう一点で 中が多かったですよね。で、まあ、中が多いのは、まあ、ありがたいですよね。何が言いたいかというと、今回これ、漢文を問われているというよりは、漢文の力を発揮して、漢文を読み込むというよりは、とにかく、たくさんの中を取り込んで、ほとんど中を読む力というんですかね。え、この中をいかに利用するかっていう、漢文力というよりは、ただただ試験慣れ。試験力のようなウェーがあって、そういった意味で、 漢文好きな子。漢文に思い入れがあった子。っていうのは、何やり、ね、もっと漢文聞いてくれよっていう。逆に言えば漢文が苦手な子は、ビビらずに、週に結構書いてるんだから、なんとかなるんじゃんって、点数がバーッと伸びたんじゃないかなっていう気が、えー、します。で、そのね、なんかシンボリックなのがね、問の読むんです。典型的な問題が問読むんで、いいかい防線 C の書き下し文と、その解釈なんですが、これセンター試験の定番なんですけども、いいかい こういう問題ね。書きとし文の問題が出た場合は、ステップ1。まずは漢文そのもの。漢文そのものの知識がないか。それは、漢文単語なり、あるいは、漢文の基本句形なり、そういう暗記すべきもの。受験室ならば知っておくべきものがないかっていうのを、パッて洗い出してで、そこで答えが一気に決まる場合もあればガ、ガッて絞られて。で、その上で、ステップ2。っていう、1段階、2段階構えで答えが決まるのが面白いんですけども、今回はないね。 今回は全然そういう漢文の何かっていうのはなくて、そういった意味で、初めから書き出し文は関係なくて、解釈だけ、現代語訳だけ、そういった意味で前後の中なんかも見ながら行くような漢文そのものじゃないから、だから肩透かしかな、あれは漢文嫌いな子は良かったねっていうような、ちょっと低い設定になってるかなと思いますね。そうすると、今回の答えの根拠は、防戦 C の直後ね。 直後。で、こう。ついに、この地を、一をね地、地を変え、持って我を休んす。それは場所を、寝る場所を、ね二人これ寝たきりで,で、病気で病気でるんで伏してるんで、それを我が子と、えー、主人公を、主人公の徒歩ですよね、の寝る場所を入れ替えたんだ。 だけのことなんで入れ替えるんだから。普じゃあそれにつながるのはっていうと、答えは、じゃあ柱の東南側にいると、場所を移動するといいですよっていう3番だっていう、全然漢文ではない。ただ最近のセンターとこういうね、なんちゃって漢文っていうかって問題も、まあ多い傾向ではあるんで、も、ま、う、あ、だから本当に漢文に対するアレルギー持ってない。でもど同時にね、何の漢文を勉強しなくていいんだよって話。でもないのが、問いの5番。問いの5番の防線 D。防線 D の一番最後に、ね、 卒業の卒って言いますね。出世って呼んでますが。これは、ある程度漢文単語として知っとかないと辛かったんじゃないか。文明が判断だけどちょっときつかったんじゃないかな。出世には漢文単語で死ぬって意味があるわけね。で、そうすると、その同じ冒線でいいの。我、これを持って、存し、あ、じゃこの存死っていうのが、あのね、漢文ってね、漢字の力が必要で、で、漢字の力っていうのは、 事軸を連鎖する力。じゃあ、死ぬの反対だから、ゾーンには生存っていうニュアンスがどうかなとか。っていうふうに類推して、じゃあ、まずは、たや息。たやなくなったんだ。なると、答えは1番5番。で、あとは1番の方ですが、お払いを受けたから治ったんじゃないよね。そうじゃなくて、占いに従って寝る位置を変えたから治ったんだもんね。なんで1番パンって消えるな。なんていうのやや、やや漢文らしいか。えー、というふうに思います。まあ、ともにですね、 今回の漢文はやや簡単で、で、こういう傾向は、まあ、大きなトレンド、長期トレンドで、だん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 漢文は簡単になる傾向があるのは否めないんで、決して意外ではなかったんですが、でも、これ以上簡単になることもちょっとな、とも思うんで、最低限、今回の漢文で舐めるんじゃなくて、最低限のやはり、文系だろうが理系だろうが、最低限の単語と基本句形とある程度の読み慣れをしていってください。で漢文が一番、 短い時間で50点満点取りやすい美味しいものだと思いますんで、その美味しいものをいい加減にしない方がいいよということでした。えー、以上ですね。2019年のセンター解説参考になれば幸いです。